おはようございます。長野さんです。今回は60歳以上の方ですぐにでも始めた方がいい副業についてお話したいと思います。よろしくお願いします。前回と前々回のところで、みんなの銀行を、副業を始めたことがない方につきましてご紹介をさせていただきました。なぜかっていうところで言いますと、ちょっと簡単な復習にはなるんですけど、あなた自身が、みんなの銀行のアプリをダウンロードされてないようでありましたら、みんなの銀行のアプリを、概要欄の一番上のところに貼っておきますので、そこから、ダウンロードしていただいて、でそれで、そのダウンロードと一緒にですね、あなたの個人情報を登録するような形になるんですけど、そこに、紹介者コードっていうのが入力するフォームがあります。で紹介者コードを、入力してアプリをダウンロードしますと、翌日にはあなたが今回ダウンロードしたみんなの銀行から、1000円がもう振り込まれるというような形になります。本当にたったこれだけ、30分ぐらいあれば、確実に1000円が入ってくるというようなサービスになります。ただし、紹介者コードを入れないと、1000円は入ってこないという形になりますので要注意ください。であとはですね、前回はちょっとそこ詳しくは話ししなかったんですけど、でそこからですね、実際あなたが、1000円が入金されたっていう事実が、そこで、確定してますんで、これは詐欺じゃないということで、ご理解いただけると思いますんで、今度はあなたの、家族とか友人とか、あとはSNS、ツイッター、旧ツイッター、今は X ですね、ですとか、あとブログとか、そういったところに、みんなの銀行をあなたの専用の、アフィリエイトコードっていうのがあなたのアプリ内に、発行されますので、そのコードをで、ダウンロードしてくださいっていうことで、さらにそれと一緒にあなた専用の、紹介者コードも一緒に発行されます。ですのでその紹介者コードを入力して、すれば、1000円入りますよって形で、あなたも告知したら、例えば、仮にあなたの友人に、お勧めしました、であなたの専用の紹介者コードで、みんなの銀行を登録してもらいましたってことになりましたら、紹介したあなたも1000円が入りますし、で紹介された方で、あなたの紹介者コードを通じて登録された方も1000円が入るという形ですので、お互いがウィンウィンというような形になります。ですので、そういう形であとは、件数をこなしていけば、数千数万円というような形で、どんどん稼いでいけるというような形のサービスになっています。で今回はですね、それとは別で副業初心者の方が絶対やった方がいい、副業についてお話したいと思います。それが何かと言いますと、もう画面に出てるんですけど、このセルフバックっていうサービスになってます。で、セルフバックを知らないという方に、簡単に、お話したいと思うんですけど、一般的にこのセルフバックを、運営している会社がですね、こちらの、A8 ネットさんっていう会社が運営しているような形になっております。で、でその中にですね、A8 ネットっていうのは何かと言いますと、アフィリエイトを専用でやってる会社になってまして、例えばなんですけど、高齢の男性の方でしたら、髪の毛が薄くなってきたっていうことになりますと、育毛剤っていうのが、興味持たれる方が多くなったりとか、あとカツラとかウィッグですね、そういったものを興味持たれる方が、おられるんじゃないかなと思うんで、そういう方用にそのアフィリエイトっていうのを、あなたの、アフィリエイトリンクっていうところで、周りの方に紹介して、でその方がそのあなたのアフィリエイトリンクを通じて購入しましたら、その購入金額の、いくら、成果報酬という形になるんですけど、それがあなたの収入に入ってくるというようなサービスになっています。ただ、このサービスの、デメリットってところで言いますと、購入したからといってその何ですか、金額的にめちゃくちゃ儲かるかと言いますと、大体多くアフィリエイトで大体多くて、数百円から多くて数千円っていうのが、多いんじゃない
かなというふうな私の印象です。まあ私もいろんなアフィリエイトっていうのをやってるんですけど、まあ高いのになりますと数万円っていうアフィリエイトを私も実績を作ったことがあるんですけど、まあ私はもともと趣味が宝くじやってるんで、まあその宝くじを使ったアフィリエイトっていうところで、まあ最高、ツイッターを使って5万円っていうのを稼いだこともございます。まあ、本来の話戻るんですけど、であなたがやった方がいい副業っていうところで、まあ、そこのセルフバックっていうのがあります。でセルフバックは何かと言いますと、こういう形でセルフバックってところをクリックしますと、先ほどはですね、あの他の方が商品を購入とかサービスを利用して、すれば、あなたの、報酬が発生するという形になるんですけど、このセルフバックは、あなた自身がその商品もしくはサービスを申し込むと、報酬が発生するというような形のサービスになっております。ですので、まあ、自分自身が要するにそのサービスをやるかやらないかだけの違いであって、もうやってしまえばそれがもう 100% まあ報酬に入ってくるというような形になります。ただしですね、その報酬が発生するにはその基準というのがありますので、その基準が、該当しているということがもちろん条件にはなってきます。でその中で一番やりやすいところで言いますと、この、いろんなものがあるんですけど、セルフバックにもこのカード申し込みっていうのが一番、やりやすいというふうに思っています。まあ、カード申し込みに関しましては、新規で、まあ、前回の、まあ、みんなの銀行と同じような形で、あなたの、お名前、住所で、会社名、まず会社勤めたら会社名、会社勤めてなければ、まあ、年金なのか、例えば派遣に行ってるのかとか、アルバイトなのかというような形の、まあ、年収というところも記入するのがありますので、それの年収というところも全部記入していただいて、でそれをカード会社の方で審査をして、OK という形で出れば、カードが発行されるという形になります。でカードが発行されたら、もうあなたの、アルフィール報酬が入ってくるというような形になります。でそのアフィリエイト報酬も金額もいろいろあるんですけど、まあ今一番おすすめなところっていうところで言いますと、こういう期限付きの、サービスっていうのがおすすめです。カードのところにこういうやつですね。普段でありましたら、これ住友の、カードだと思うんですけど、このカードを、発行申し込みという形でありましたら、最大1万6000が入ってくるというような形になります。で単に、通常だとこれが通常と言われたかな、ちょっと待ってください。通常だと3000円なんですけど、今回このキャンペーンというところでなってますんで、それがだいたい5倍以上ですね、1万6000円という形で、なってます。で申し込みがもう1、このキャンペーンがもう1月10日からスタートしてて、あさっての16日には、終了するというような形になっております。ですのでたまたまこの動画を見られた方で、まだこの住友のこのカードを持っていないという方がおられましたら、このセルフバッグのこの商品を申し込みで、で承認という形で得れば、1万6000円がもう入ってくるということが確定するような形になります。あとは、まあ、申し込むときはここにセルフバッグを行うという形で、これをクリックしましたら、申し込みページに飛んでいくというような形になります。あと、まあ、高齢の方ですと、こういうのも分かりやすいですね。私も以前在職した証券業界というのがあるんですけど、でこの松井証券というのがかなり、老舗の会社になってまして、で松井証券の新規口座を開設が1000円なんですけど、今回はその倍の2000円がもらえるというのは、こういった、キャンペーンの方も、これも多分、明日ですかね、明日中にはまあ終了するような形のイメージになっております。ですので、カード発行っていうのは、
まあ、本当に申し込むだけという形になりますので、そのカードを持っていなければ、それでもう、あなたの、報酬を得れる、最短で、まあ、楽なっていうのは まあ、ネットビジネス業界では一番有名な、言い方になるんですけど、そういう形の、稼ぎ方という形になります。それで、まあ、やったことがない方に関しましては、この、セルフバックっていうのが一番、安全かつ確実ですんで、今から例えばブログをやって稼ごうとか、なんか最近よく多分ネットでは多分チャット GPT を使って、稼ごうとかっていう形で方法とかもいろいろあるんですけど、多分初心者の方ではかなり難しいやり方、稼ぎ方という形になりますんで、まあ、一番確実なところで言うと、まあ、前回紹介しましたみんなの銀行とか、今回のこのセルフバックっていうのでありましたら、何がいいのかと言いますと、まずお金がかからないっていうのと、まあ、速金性っていう形で、いうような形になります。まあ、速金性っていうところでお金が、発生しやすい副業という形ではなるんですけど、まあ、このアフィリエイトに関しましては、若干ちょっと、あなたの口座に振り込まれるのがちょっとみんなの銀行でしたら翌日に入ってくるんですけど、アフィリエイトはそういう形ではなくてですね、まあ、私もこのカード申し込みっていうのはちょこちょこやってるんですけど、まあ、今回例えば今日、先ほどの、三井住友のカードを申し込みます。でそこから三井住友の方で審査が入って、で審査が下りましたという形になりましたら、そこからまずは、仮ってところで、あなたの方、セルフバックの報酬という形でここに金額がポーンと出て、オーダー1件報酬いくらという形で、先ほどでしたあれ1万6000というのがここにポーンという形で出てきます。ただしこの1万6000というのはポーンと出てきましても、あなたの口座の方に振り込まれるもうちょっとかかります。何が必要なのかと言いますと、で、カードで申し込みが消えました。今度はその申し込みが終わりました、そのカード会社が、あなたのご自宅にそのカードが郵送されるような形になるんですけど、そのカードを、受け取ったっていうことが、確定した時点で、まずはアフィリエイト報酬が正式に確定するような形になります。それまでは、仮っていう形になります。私結構週末土日とか不在にしてるケースが多いんですけど、だいたい週末とかに結構郵便で届くんですけど、結局カードを受け取らない限りはその報酬っていうのが、仮のままに放置されるような形になりますんで、実際その申し込んだからいけるんじゃなくて、最後カード受け取りまでが、一連の報酬発生までのやり方という形になります。でそれで実際カードを受け取りましたってとこから、この A8 ネットさんの、締め日、支払い日っていうのがありますんで、大体最短で2ヶ月ぐらいかかったら、多分3ヶ月後ぐらいにあなたの口座に、振り込まれるようなイメージで思っていただければと思ってます。あと、このカードに関して、注意していただきたい点があるんですけど、一気にですね、報酬が発生するからといって、一気に 1ヶ月で3件も5件もって形で申し込みますと、カード会社に関しましては、カード業界の中で、信用協会というのが、そういう感じの団体があります。そこでですね、あなたの情報が皆さんで、カード会社の方で共有されています。例えばカード会社にとっては、多重債務者の方が、カードを申し込まれますと、その方が仮にそのカードを入って、限度額まで以上で借りて、で支払い不履行という形になるのが一番カード会社の方では怖いんで、一気にまとめて何個も、カード申し込みって形しますと、カード会社の業界の方から、あなたは、多重債務者じゃないかとか、それを狙ってるんじゃないかという形で疑いかけられるケースがございます。ですので、確実に、あなたの報酬にしたいというのであれば、まあ、1ヶ月に、1カードから、まあ、多くて3カード以内っていうのがいいんじゃないかなと思います。あとはちょっと、まあ、間隔1ヶ月、2ヶ月置いて、また次に申し込むとか、であとこういうふうに、キャンペーンがあるタイミングだけ申し込むとかっていう形でしますと、極端なこと言いますと、ここに出てる分だけですね。これでしたら、2万円、4万円、2万円、2万円、
1万6000円の形ですので、仮にこの3つの、カードを、数ヶ月単位で1回ずつ申し込んだら、最大、5万6000円が入ってくるというような形になりますので、副業で5万6000円ぐらいあったら嬉しいですよね。まあちょっと、いいものを買えたりですとか、ちょっと美味しい食事できたりですとか、まあお孫さんがいる方でしたらお孫さんになんかプレゼントしたりとかということもできるんじゃないかなというふうに思ってます。ですので、まあ副業初心者の方でリスクもなく、まあ、確実に稼ぎやすいというところで言うと、まあ、先ほどの、冒頭に話した、みんなの銀行で、あとは今回のこういうセルフバックというのがおすすめという形になります。でセルフバックのやり方にで分からないという方がおられましたら、まずは、先ほどのこの8ネットさんですね、アルファベットの大文字の A 数字の8で、これまあ地図で、ネットっていうのはこれアルファベットで入力しても大丈夫だと思いますし、もう分からなかったら、カタカナで、ね、A8 ネットという形で、入力しましても、でそうしましたら、アフィリエイトという形の、申し込みの、ページに飛ぶような形になります。これはあなたの お名前と、連絡先とか、まあ、例えば電話番号で実際登録できましたよという形でいう通知が来るメールアドレス、まあ、こういった最低必要なものと、あとたまにですね、まあ、一応アフィリエイトサービスという形になりますので、媒体という形で、何を使って、発信しますかというような形で言われるケースもあると思いますので、まあ、何でもいいので、仮に このサービスを申し込むのであれば、まあ、ブログとか、あとはまあ Facebook、Instagram、何でもいいんですけど、まあ、最低限そういったもの新規で、まあ、講座だけでも作っておいた方がいいのかなというふうに思っています。そうしますと、まあ、A8 ネットさんから、まずはアフィリエイトのこのサービスの新規登録が、申し込みが確実にいけるような形になりますので、でそれで登録完了しましたら、もうログインしましたこのページ に飛んできますので、あとはこの先ほど言いましたこのセルフバックってこうクリックしますと、そのあなたで、稼げるようなものがいろんなものが出てきますので、そういったものをいろいろ申し込んでいくような形であなたの報酬が発生するというような形になりますので、まずは、リスクなく、まあ、まあ物販とか出ますと最初に購入費用というのがかかってきますので、でそれが売れないと、まあ、在庫になったりとかという形のリスクというのが、伴いますので、まあ、こういう、まあ、セルフバックであれば、初期費用もかからないで在庫もいらないという形ですので、まあ、副業初心者の方にとっては一番やりやすいようなサービスという形になっていますので、まあ、もしわからない、この方法についてわからないということがありましたら、概要欄の2番目ぐらいのところに、稲川さんの公式 LINE を、入れておきます。でそこでまず公式 LINE の方に登録いただいて、そこから、例えばセルフバックになんか分かりませんみたいな形でご質問いただけましたら、まあ、それにつきましての、回答という形の方もさせていただきたいと思いますので、まあ、副業をやったことがないという方がおられたら、まずはみんなの銀行もしくはこのセルフバックというのが、まあリスクなく、まあ、確実に、まあ、儲かる、サービスという形になりますので、ぜひ、やっていただければというふうに思っております。